よいしょ。おはよう。あ、あざす。おはよう。あざす。来てたんすね。いや、来てたよ。今来た。あ、そうなんですね。え、どうしたの？大会出ます。何の？ボデービル。ごはいどうも、アイランドです。誰か、お前誰ああ、お前誰や。知らない人多いんですね。いや、それは知らんよ、ちょっと視聴者の皆さんは。ああ、なるほどなるほど。じゃあ自己紹介から聞かせていただきます。はい、はじめまして、アイランド編集者のコニちゃんと申します。コニちゃんです。はい、イエーイ。元気ポーズちゃん。あ、ちょっと最後ということで、はい、ということで今日は翔太さんを呼び出して私、うん、実はアイランド以外にも、うん、まあ、あの別の筋トレ系のチャンネルを編集してまして。そうですね。でそこでよくね、来ていただいてる方から DM がよく来るんですよね、うん、なんでマッチョのチャンネル編集してるのに編集者がデブなって。あ、それが1日10件ぐらい来るんですよ。そんな来るの？そんな来るんですよ。そんな来んやろ。そんな来るんすよ。来るんやって。来るんやって。来るんや。そう、来るんや。ということで、僕もね、さすがにこの体で23年間生きてきたっていう屈辱もあるので、そろそろ挑戦せんとな。そうですね、うん、まあ、みんなが挑戦ブームっていうことで、うん、今回10月の11日にボディービルの大会に出ようと思います。ちなみにさ、はいはい、その言ったらボディービルの人って色黒くしたりとか、はいはいはい、まあ、毛剃ったりするやんか、はいはい、これにちゃんとどのスタンスでいくの？あー、そうっすね。まあまあ、毛は基本剃る、まあ、ちょっと残すぐらいで、うん、まあね、ちゃんとね、脇毛もしっかりあるんでね。うお、脇毛よ、しっかりあるんでね、うん、すごいもん。でね、まあここは多分剃ると思うんですけど、まあここの口ひげに関してはしっかりと剃って、口ひげの言い方気持ち悪い。口ひげに残しては、まあこれに関してはしっかりと青ひげスタイルで思ってます。なるほど。じゃあちょっとなんかポーズにして、ポーズにあんの？なんか違うんですよ。うわぁ、うわぁ、くせ、お前、くせ、うわぁ。よかったら編集者の小西くん応援してあげてください、はい、皆さんお願いします。はい、この動画よかったらいいね、チャンネル登録、コメントどしどしお待ちしております。はい、今日も一日元気ポーズ。お前知らんやん、元気ポーズ。何してんの？